なんか今日暑いな。めちゃめちゃ暑い。よいしょ。やばい、めっちゃ暑い。一旦テレビつけよう。一旦。やっぱネイル行こっかな。どうしよう。迷う。仕事早終わった日ってめちゃくちゃ何していいかわからない。今日はお仕事に行ってました。うーだ、お母さんと一緒やってる。めっちゃ変わってる。ちょっとメイクな。さ、顔小さい。痩せてん。痩せました私少しっていうのが謎に書いているのの落書き。今日も明日も、え、すごくない？なんか書きすぎやな。あくび映った。ごめん。今のネイルこれもうちょっと伸びてんねんな。そうだから、178175やで。赤子の声。あ、これお母さんと一緒。違うのに変えようか。いや結構好きやねんな、お母さんと一緒。個人で怪しいなと思わないといけないんですけど、でもそれこそ海外セレブ。フットネイルは伸びてる。あくび映る。じゃあほんまになんか暇を感じている。金色。なんか今日めっちゃラブリー。なんかこんなんで書いてみちゃおう。怠け者。比べると安全のため距離を取っているのが分かります。主催者は5年後にもう一度やりたいので、東大阪じゃないです。離れた場所で見てほしいと説明しています。え、どうしよう、どうしたらいい。アホゲもしょうがない。今日はお弁当ちょっとつまんない。黄色好き。あー、ほくろ多い。なんかマスカラ塗ろう。好きな飲み物カルピス。え、めっちゃ眠くない？もう久々に暇を感じてる。何していいか分からへん。一人やって今元気 120%。 つけまつけてない自まつげです。もうちょっとで松葉に行かないといけないんですけれど、なんかね、眉毛剃るのなんか気象なってきた。メイクこれ自分じゃないもん。大阪じゃないです。カラオケ一人で。あ、マッサージとか行ってもいいけどな。行くまでがめんどくさい、ね、家帰ってきてしもたら。ちなみにこれ低い、もう普段低いかも。金髪。わかる。一回帰ってきたらな、もう
どうしようって元気やんの暇すぎてどうしよう。そう正解。インスタ触るの長い。あ、そうそうそう、ふれあい祭り確かに楽しみかも。久々に行くもんだって。嫌いな食べ物なんやろ、トウモロコシチーク。これテレビで見るゆうちゃみ素ではない。え、素やで。結構テンション上がってるからああいう感じになるけど、家やったらなんかバラバラ。ご飯食べてない。もう最近なんか食に興味がない。涙袋のペースこれめっちゃいい。ドンキ仕事でした。お疲れ。酢の酢でも別に、ご飯食べるよ。だから今日は誰を誘ってご飯行こうかなしか頭にない。だってさ、なんか言うのはどっちかというとお酒の方が好きやから、別になんか最近はお酒ばっかり。地まつげです。みんな忙しいねもんだって。お風呂かくすわ。こう変のもったいないやん、この時間。ゆいちゃんは群馬県おるし。早ね。早ねしたとってじゃない。じゃあ、ほくろ隠れちゃうと隠れんの？ご飯作って、いやもう知らんな、今一人やから。なんか別にな、友達とかあれやったら作るけど。明日も仕事。昨日のさ、あのツイッターに上げた写真さ、バリ鼻毛出ててバリ笑ってんけど、見てみてみんな。昨日の写真今日切ったけど、袋切れへんめん。こんな濃いの今日人多いもん。そうなの。そうか、とりあえずパジャマに着替えたらいいんだけど。お風呂は全面に出してく？鼻毛出るよな、そりゃな。ウーバー別にお腹空いてないもんだって。お腹空いてないし、髪色も可愛いし、行くとしたらネイル。やけど今から行ったら絶対9時とかやん、帰ってくんの。それはそれでもったいないなって思う。何もできない感じです。部屋からみんなそういう時どうする？寝るが一番いいやろけどさ。メガネかわいい、ありがとう。まつげどこで？これ地まつげです。今日は、ま、めっちゃナチュラル。今日休みじゃない。声が低く、ほんまに？じゃあ、なんか全然、クレンジングビオレ。ウーバーかー。
お腹いっぱいやな。とりあえずビール、そっか、ビール頼むか。ビール頼んで、そばかすない、シミはある。とりあえずパジャマに着替えて、そっから考えようかな。昨日見つけた服や、いいよ、めっちゃかわいすぎ。どこか行かないけど、ワンちゃんなんか誰かに会いたいけど、じゃあなんかな、帰ってきたら終わりやね。だからゲームするか、寝るか寝るか寝るか、まあ、とりあえず7時ぐらいだったらビール飲んで、うわ、丸亀のシェイクうどんクソうまそう。次大阪でついでと、分からへん。寝るか寝る、そう、寝るか寝るかなのよ。だから今からさ、めっちゃ遠いやん。寝るおい、丸亀お腹空いてないな。あれは今何言って、何が、母さんいける、こんばんは。ゲームはマリオだけど、一人でゲームするのもあれやから、友達、友達かって感じ。とりあえず眠たいから一回寝てみようか。福ちゃん見てる、福ちゃん、そこ聞いて誘ってんけど予定があった。友達会うなら誰なの。そうやね、そこやね、気づきました。そうなんですよ。マリオのマリオパーティーとかそっち系や。天気、天気良かったね。確かに今日は星とかが綺麗。絶対お絵かきしよう。何かこう、イエーイ。あさも疲れてるわけな。マリオカート、ウィーはもう、でもすごい、このマンション絶対言うので子供が住んでる、ちっちゃい子。いつもな、朝になったら運動会が始まんねん。ダダダダダダダ運動会してはる。めっちゃ早いですよ、7時とか6時ぐらい。運動会。とりあえず着替えてみるっていうことでしょうか。あ、新一や、新一とコラボしよう。なんかやってんのかな。どうやってやるのこれ。どうやってやるのこれ。上下自まつ、自まつげ。風呂入ってる。フランスなーい。死ぬ。言ったみ、何水壇見たよ。やめて、言ったみ。最低やな。違う、俺言ったみ。ユーナのこと好きって言っときながら。言ったみが一番好き、マジで。ほんまは。
マジ無理。ほんまに、ほんまに好き。いや、もうほんまに、もうなんか、あーって、ガクンってした。違う、ほんまやね。これ信じてほしい。でもトラップ何回も引っかかってたやん。違う、あれはもう、だってもう、向こうが誘ってきたから、俺もちょっと、無理やり、というか、ちょっと、ほんま行きたくなかった、うん、ゆうちゃみの顔を思い浮かべながら行ってたとこあった。え、最低やん、じゃあ、余計に。いや、余計というか、まあ、ゆうちゃみと付き合いたいから。いや、マジな、ないわ。ほんまに、嘘、ほんまじ、マジ。どこがマジやねん。マジやって、マジで、ほんまに、お願い。何してんの？うん、今から、フジテレビ、で、仕事やねんけど。うん。でも。最低やな。もう水田を見て、ショック受けました、うん。いや、ほんまに嘘やねん、あれ。ほんま、俺も。どこが嘘やねん。いや、ほんま。ほんまに。ほんまに。だから、デートしてほしい。いや、今日何してんのかなって、今めっちゃ暇やったから遊ぼうって言って。じゃあ今からフジテレビやねん。最低やな、どこまでも。違うね。マジやねん。どこまでも仕事やねん、今。最低。うん。お願い。何がなん？早く別れてほしい。いや、でも、ハニートラップ引っかかるような人にはちょっと無理やわ。マジで、お願い。じゃあ、一回だけデートしてくれ。この前遊んだよ。いや、やけど、もう好きやねん、もう。ゆうちゃみがいいねん、俺。やばい、この人。助けて、みんな。なんか老けた？いやいや老けた？ドッキリ受けすぎて老けた？なんか老けたって疲れた。今日もさっき名古屋おってん。お疲れ、うん、でだから疲れてんねんけど、今からまた収録あるから。確かにフジテレビの近くや、それ。うん、そうマネージャーさんの車で今送ってもらってます。やばすぎ。助手席今助手席とかそんな情報いらん。俺の車でドライブしよう。いや、だって忙しいやん。だってさ、いつも誘うけどさ、断るやん、めっちゃ。違う、ほんまにタイミング悪いだ。急すぎんねんて。で。最低です。あ、かわいい。どこがや。じゃあ頑張って。行ってくるわ。うん。じゃあね。頑張って、バイバーイ。いい、バイバーイ。好き。いや、好きじゃない。マジやばすぎ。やばいです、この人。新一。お前の第二のクロちゃんやな、確かに。カビがあるクロちゃんやばいな。新一やばすぎ。ユーナもあれ見たけど、めっちゃおもろかったな、ビリビリの。やばいです。やばいおじさんに引っかかりました。助けてください。ほんまにクロちゃんはやばいな。やばすぎ。やばすんぎです。でも一回飲みに行ってんねんで、新一というの。他にもいっぱいおったけど。二人は絶対無理。さすがに。クロちゃん2世と思うのにな。指舐めてるシーンとかあったん？キモ。ちょっと後で見るわ。さすがにきしょいな。お疲れ様で、ね、チューしてたな、それは見た。顔にほくろ何個あるやろな。差し飲みはきつい。でもこの前ギャル飲みにおって、リュウナの友達と、新一とで飲んでてきた。
全然ギャルじゃない。まつげの束感かわいい。嘘、ありがとう。シーチって呼ばれてるの。ヤバスンディ、オフの新一、なんか疲れてる、忙しいよ。今日の夜何食べよう、ほんまに。さっきのおっさん、お見送り芸人新一です。メイク変えた、今日韓国アイドル風にしてもらった。アイドルです。ハローワークで再就職先が決まったばかり。以前は保険会社に36年間勤務していて、もうお絵かきが来た。何書こうかな、ニコちゃん。かわいい、ありがとう。ゆうなは何歳になった？22歳になりました。え、なんかよくわからんこと書いてる。おい、あ、やっぱネイル行こうか。どうしよう、髪の毛染めるか。でも髪の毛染めんでもかわいいからね、その色。ちょっと明るくなって。まだまだ若い、ほんま？ありがとう。キャンメイク。大金マン。下手くそやね。ほら。まあ。なんかちょっとお腹空いた気がする。食べんのやったら6時半ぐらいまでに食べたいねんな。同郷なにわの高畑。そう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 、みんな一緒です。ピンクも見たい。ピンク？あ、髪の毛？髪の毛ピンク、どうしよう。今日の服はリゼクシーです。かわいいで、これ。今こんないけど、下とかマーメイドのジャージみたいなシルエットでかわいい。今日何したの？今仕事終わりました。仕事して帰ってきて何しよっかなみたいな感じです。黒に茶色？でもこっから入れるのもめんどくさい。めんどくさい。とりあえずお風呂入る。あ、とりあえずパジャマに着替えてちょっとゴロンしてみようかな。めっちゃ LINE 来てんねんけど、新着メッセージがありますだけで全く分からん。じゃあ、言うのはパジャマに着替えてちょっと掃除したりしたいと思います。では